はい、こんにちは、ヤスです。今回は合気道に筋肉は必要なのかっていうことについて話していきたいと思います。これよく合気道やってる人が取り上げる話題で、合気道はお茶碗と箸を持つ力さえあればいいっていう、これ上諏訪盛平開祖が言ったことをきっかけに多分弟子たちがそういう風に全国に広めたっていうかっていうことだと思うんですけど、その考え方は正しいのか、まあその考え方のおかげで多分子供とか女の人とかもこう敷居を低く合気道を習えるっていう、そういうきっかけ作りにはなったと思うんですけど、実際じゃあ本当に筋肉は必要じゃないのかというと、まあそんなことはないです。やっぱり力はあればあるだけいいと思います。っていうのも多分合気を極めてってその利合の極地に達した時に、確かに多分まあ僕のイメージですけど、力がなくても相手を完全にコントロール世界っていうのはあると思います。ただそれっていうのは本当に理想論に近くて、特殊能力というか完全にこう自然の摂理とか人間の反射とか行動とかを体感で理解してるっていうか、そこに行き着いた時にそうなるかもしれないっていう話だけであって、実際にそれを体現するというととなると、まあかなりもう不可能に近いというかっていうことになると思うんですよね。だから最初からそこをその極地のことを言って筋肉はいらないっていうことは間違ってると思うんですよ。それっていうのは、まあ空手でいう、いや攻撃を当たらないのがベストだから、こう打たれ強さとかはいらないんでそういう鍛え方はしてないですとか、柔道でいやけど柔道で投げられないのが理想だから別に受け身の練習はしないですみたいな、習った時からそういう風に練習していくっていうことと同じぐらい無謀というか愚かというかだと思いますね。ただそしたらもうボディービルダーみたいにガンガンウェイトトレーニングして筋肥大をしていくのがじゃあ正しいのかっていうと、そうとも言えないです。まあ、これは全ての格闘技とかにおいて言えるんですけど、そういう鍛え方が正しいのだったらボディービルダーが一番喧嘩強いわけで、実際そうじゃないから格闘家の人たちとか武道家とかっていうのは筋トレメインでやってるわけじゃないと思うんですよね。じゃあどうすればいいのか、筋肉が必要だけどボディービルみたいに鍛えないのはどうすればいいかっていうことなんですけど、それはそのちゃんと運動的な筋肉の使い方をするってことですね。で運動の中でもちゃんとその理屈に合った、より最小限の労力で最大限の効果を出すようにするだとか、よりまあ大きな筋群を使って動かすだとか、利合を考えた正しい筋肉の使い方をするっていうことが本当の筋肉の使い方だと言えますね。だその極地にその筋肉を使わないっていうところがあるのであって、そこに行き着いてる人間なんてほとんどいないんだから、初めからそこのことを語るのはナンセンスというか、筋肉もつけた方がいいと思います。ただそのつけ方を考えようっていう、正しい筋肉のまあ武道なら武道なりの正しい筋肉のつけ方を意識してやっていこうっていうことですね。まあむやみに筋肥大を起こしてちょっと動いたらハーハー息切れしちゃうような体じゃダメなんでね、やっぱり運動してるんだったら。誤解してるのが上諏訪盛平だとか塩田剛蔵だとか大統領の佐川幸義だとか、力いらないって言ってるけどすごい力持ちだったんですよね、若い時。例えば上諏訪盛平だったらもう100人力だとか1000人力だとかって言われて、もう何人もこうずらーって並べて押し合いして1人1対5とかで押しても全然押されなかったりだとか、木を一人で引っこ抜いたって話もあったりだとか、とにかく力がやたら強かったらしいんですよ。で20歳当時で156センチ75キロあったって言われてるんですよね。まあ確かに若い時の体格とか見てももしかしたらそれぐらいあるのかなっていうぐらいもう ごついというかしっかりした体してて、まあ力はすごいだろうなと思いますよね。で塩田剛蔵とかも過去の動画でも言ったんですけど、木村正彦っていうもう怪力の柔道家と腕相撲して勝ったっていう話があったりだとか、佐川幸雄氏も90歳超えても医者の前で腕立て伏せ連続で150回やったみたいな話もあったりだとか、みんなちゃんとこう体鍛えてるんですよね。だから楽して体鍛えないで強くなるっていうのはまあ甘い話かなっていうふうに思います。だからもうそこら辺のこうひょろひょろしてる先生が、合気道の先生が力はいらないっつってなんか弟子をふわふわ投げてるのを見て、それをこう鵜呑みにしない方がいいかなっていうふうに僕は思いますね。今回はこんな感じです。参考になればと思います。ありがとうございました。